僕のレンズ沼、これを、ね、一気に切り開いてくれるような、要は 50mm f1.2S のレンズがこんな悲しい悲劇は繰り返してはいけません。そう、バカで愚かでした。どうもこんにちは、たかしでございます。本日もゆるゆるとカメラについてのお話をやっていければなと思っております。このチャンネルではカメラ楽しいをコンセプトにした様々な動画をお出ししております。ぜひ初めての方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。さて皆さん、またね、機材購入をして一瞬で機材を売ってしまったお話を聞いていただければなと思います。そう、バカで愚かでした。こんな悲しい悲劇は繰り返してはいけません。ということで皆さんにこの話を聞いていただいて、まあ、レンズを購入される際のね、まあ、一個の考えの一つとしてお持ちいただければなというところで動画をお出しております。ちなみに今回のお話はレンズが悪いわけではございません。まあ、レンズのね、この性能としても本当180点満点のレンズだったわけなんですよ。その選択が僕の使用用途にマッチをしなかったというお話になります。で、一個ね、注意点なんですけれども、この動画では撮影した写真自体をお流ししておりません。本当は出したかったんですけど、前に確認中の動画っていうのが一個あって、まあ、それがね、ゴーサイン出ないと次の動画いけないぜっていう状態になっておりまして、写真は出せないんですけれども、まあ、その写真を撮った中で思ったこととか感じたことっていうのを交えながらね、皆さんにこの経緯をお伝えしたいと思います。 Z9 を購入後一番初めに買わなきゃなと思ったのが標準ズームレンズですね。今スタジオの準備っていうのを整えているんですけれども、その中で必要な焦点距離が満載に詰まっていたのはこの標準ズームでございます。Z マウントのニコン標準ズームは計4本で撮ります。1本目は 2470 の F4 のレンズ、そして2本目は 2470 の F2.8S のレンズ、そして 2420F4S のレンズ、そして 2875mmF2.8 のレンズということで4本ですねございます。この中の1本を購入すればこのスタジオ撮影全部こと足りちゃうんじゃないのっていうふうにこの時は思ってました。標準ズームを選ぶにあたってどうしても、まあ、誰でもね考えてしまうレンズがこれでしょう。 Z2470mmF2.8S のレンズでございます。しかしながら今回僕このレンズを使うことを除外しました。なぜならね、僕は無敵のレンズであろう Z50mmF1.2S のレンズを持っていたからなんですよ。このめちゃめちゃ優秀、めちゃめちゃ綺麗で、めちゃめちゃリアリティのある写真が撮れるということで有名な Z50mmF1.2S のレンズなんですけれども、これねちょっと重たいんですよ。だからこの Z2470mmF2.8 のレンズを買ってしまったら Z2470mmF2.8 のレンズって結構優秀なレンズとして結構話題になっているレンズでもありますので、これあったらいいかなっていう頭が働いてしまうと 50mmF1.2 のレンズを持ち運ばなくなっちゃうんじゃないかっていう恐れが僕の中であったんですよ。だから、まあ、あえてこのレンズ 2470mm の F2.8S のレンズはやめようかなということで、それ以外の中から選ぶことにしました。重いとかね、かさばるとかね、僕ちょっとそういうのにすごく弱いんで、まあ、そういうところをあらかじめ潰しておこう、要は 50mmF1.2S のレンズがより価値を発揮できるような体制にしようと思ったんですね。そして結果的にこのレンズを選ぶことになりました。 Z24120mmF4 のレンズでございます。このレンズものすごく優秀で、なおかつ 120mm までの焦点距離を使うことができるということで、優秀かつどんな場所でも使っていけるレンズとしては、まあ、かなりね評価の高いレンズになるんじゃないのかなと思います。F マウントの時代から僕この 24-120mm のレンズっていうのを使っていたんですけれども、まあそれとは別格だなって思えるぐらいクリアなレンズに仕上がっているんですよ。で、このレンズを買えば F4 なので Z50mmF1.2S のレンズとのこの絞り値がね違うことによって、どうしても 50mm は持ち歩かなきゃいけなくなるんじゃないかなというところも一つの狙いで、まあこういろんな焦点距離を使いながら軽くて、しかも写りがいいものと 50mmF1.2 を併用できるなっていうふうに思ったんですよね。そう、この時はね完璧な婦人だと思っていました。このレンズまだまだ、一般流通では品不足となっておりますので、予約をしました。
で、某カメラ屋さんで予約をして約1ヶ月ぐらいで到着をした形になります。僕のレンズ沼、これをね、一気に切り開いてくれるようなレンズになってくれて、さらに言うと望遠域以外はもうこれだけあればいいんじゃないかっていうふうに思えるようなレンズになるんじゃないかなと、そう思いながら購入をしました。本当に大人気なレンズとなっているわけなんですけれども、簡単に使ってみた結果、これがめちゃめちゃいいです。軽いですし、物をシャープに切り取る力を持っています。そして何より細かい焦点距離の設定があるので、こうフットワーク軽く、いろいろなものをね、適切に撮影をすることができるんですよね。これはね、Z9 との併用という意味で考えると、いやもうこれ勝ったなっていうふうに思ってました。そしてついにスタジオで使用開始となります。僕がね、作り込んだこのスタジオで、このレンズで撮るの非常に楽しみだなと思って撮影をしました。意気込みも気力も満点の状態ですね。対人物としては初めての使用になるんですけれども、まあこれがいいんですよ。スタジオは狭いんで、軽いこのレンズを持って膝をついて歩き回ったりする分にはもう非常に簡単ですし、ズームの画角的にもバッチリ。そして撮った写真を見ていくと、いやもうシャープなんですよね。もう非常に綺麗に撮れてるんですよ。そして撮った写真をね、取り込んでレタッチをしてみたんですよ。Z24-120mm で撮った写真を見てみると、非常に解像感豊かな写真となっております。画角的にも不足している画角はないでしょう。 Z9 との組み合わせもバッチリで、この高画素流れにしっかりとした画像を改造してくれます。もうこれ1本でスタジオ撮影大丈夫だなって、この時は確信をしていました。そう、Z50mmF1.2S のレンズを使った写真を見るまでは、この時には Z50mmF1.2S のレンズを使った写真も撮影をしていたんですよね。これは F4 のレンズを買った理由の一つにもなるので、使うのは当然だと思うんですけれども、これがね、予定と違った点が一つだけあったんですよ。そう、Z50mmF1.2S のレンズが優秀すぎたんですね。写真を見た時に体に電気が走ったような感覚になりました。そう、この写りのリアリティというものをより素晴らしいものにしていたのは、この F1.2 というね、ボケだったんですよ。そしてこの時に悟ってしまったんです。僕の作ったスタジオはボケないと映えないということを。そう、誰でもわかると思うんですけど、 F4 のレンズはそう、ボケないんですよ。ボケが必要なスタジオとあまりボケないレンズ、これを合わせ持ってしまったことに、皮肉ながらね、写真を見た時に気がついてしまったんですよ。そしてね、もう一つ皮肉なことに、これを使うために F4 にしたよっていう原因となった、この Z50mmF1.2S のレンズを使ったことによって、この事実をね、鋭角に突きつけられてしまったんですよね。そして悲しみに暮れた僕は、Z24-120mmF4S のレンズを売却いたしました。というわけでね、今回のまとめのお話をしていきたいと思います。一つ目、Z50mmF1.2S のレンズが優秀すぎる。ボケと解像感。そして、このレンズ独特の、このレンズにしかない、この立体感。これにより、F4 レンズとのコントラストっていうのはすごく明確になってしまったわけなんですけれども、F4 のレンズを使うかどうかっていうのはさておき、このレンズはね、間違いなくどんな撮影にも持っていくべきレンズなんだなというのを強く実感いたしました。あとはこの他の機材に関しては、このレンズをどう補強していくかみたいな感じで考えていったら、結構ポートレートとか人物撮影は楽しいんじゃないのかなっていうふうに思いました。そして二つ目、ボケるレンズは唯一無二である。今回一番のポイントとなったのは、そう、狭いスタジオだったということなんですよ。狭いとどうしても使っていく焦点距離というのが広角側に寄ってきてしまうんですね。そう、皆さんもご存知の通り、広角側ってよりボケにくくなっちゃうんですよ。それがこのボケが映えるようなスタジオと、あと F4 のレンズと相まってうまくいかないアンマッチングな状況が起きてしまったということだと思います。なので今回は起きてしまった後に気づいてしまったんですけれども、やっぱりね、ボケっていうのは唯一無二であると。明るいレンズには基本かなわないんだなっていうことをね、よく肝に銘じておかなければいけないんだなと思いました。やっぱりね、もう本当、人を撮るなら 24-70F2.8S のレンズを僕はお勧めしたいと思います。ただね、野外で望遠域をメインで撮られるような方とか、あと広いスタジオで撮られる方、またスタジオでもがっつり絞って撮られることっていうのはほぼほぼな方に関しては、
F4 のレンズの方がもしかしたらいいのかなと思います。なんでかっていうと、軽いのでかなり機動力を発揮できるんですよね。やっぱり外での撮影では特にこの機動力っていうのが大事になってくる場面って多いと思います。そういう意味では軽さとこの焦点距離を備えたこのレンズはすごくいい働きをしてくれるんじゃないかと思います。今回ねまだまだ貴重なレンズだったからまだそこまでのダメージはなかったんですけれども、やはりレンズ選びは何を撮るか、どのぐらいボケさせたいか、どのぐらいの広さなのか、被写体との距離はしっかりと自分の中で綿密に計算をしてからね購入することが改めて、まあ当然なんですけどね、改めて大事なんだなというふうに今回思いました。そして勘違いがあると困るので、もう一回言っておきますけれども、Z24-120mm F4S のレンズはめちゃめちゃ優秀なレンズでございます。僕の用途はね、まあ特殊すぎたというか、もうこういうのを撮りたいっていうのがあって、そこにはまらなかったっていうだけの話なので、まあそこら辺勘違いのないようにね、改めてお伝えようと思いました。というわけで本日のゆるフォト以上になります。皆様ぜひチャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いいたします。それでは皆様、良いカメラライフを。では。